感じですね。まあ、これ組み合わせ的にはでもどうなんだろうね。意外とそれぞれいけるイメージがあるんだろう、ね、なんかすごい殴り合ってるイメージはあるけど、あー、テレアンはそうだ、テレサガンはそうだな、ペイヤ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 、なんかそのセイソルの勝利に対してあまりリスクがないっていう、あ、そうなの、その合わせられないの、要はチャーキャンがあるから、はいはい、空中技をつなげなきゃいけなくて、あ、まあ要はジャムの最大コンボが取りづらい、言えることができないっていうのは瞬殺すげえ、ドヤ顔はしないでください、ドヤ顔はしない方向でお願いします。まだ1ラウンド取っただけなんで、ね、これで負けた時の井上さんの顔が超見たいんですけど、見たいです。だからでもね、井上さんがね、向かっ、あ、まあ強いんで、うん、向かつことにね、うん、強いんですよね、マジで、うん、このセイソル久しぶりに見るわ、ほんと、ね、展開は早いんですよね、いい組み合い、よく見てる、後ろジャンプで逃げる、面白い、まあ確かに微妙に重なってなかったんで、走っていく、投げて、俺は繋がんないから補正切り行ったけど、いや、しょうがない、さあ崩せるか、あ、これは死んだ、イモバはしない、ああ通常100歩一時通常100歩から爆足まで入れ込んでるよね、はい、やーペシャンコバンバン4割ゲットして、あ、でも一発があるからな、怖い、怖い、しゃがけ、さあめんどくさい、青キャン使って攻めていく、当たって大丈夫、裏千里は実はこういうことしっかりしてますよね、しっかり対空取ってるから、ボンボン、そう、ボタンを押しまくってるだけなんだけど、ちゃんと画面見て、ね、しっかり見るとこ見てるから、ね、見るとこ見てるから、あーっと、これはピンボールのようにピヨってしまって、どうするんだろう、ボン、あー、読まれた、おっと、井上さん、ドヤ顔をしてもらっていいですかね、今ならしてもいいですよ、今ならしてもらっていいですか、井上さん、席立たないですね、ふーん、連呼ですね、さあ、1-0、早い、連呼が見習うべきところがありますね、やっぱりああいうところ、な、煽りすぎて怒られそうで怖いんですけどね、あ、昇龍落ち歩読みだったのかな、シャーガイスで、空対空で下ろして投げる、弾いて投げ、カウンターを見てからこの状況なら有利だと思って投げに行くみたいな、走ってるのかな、空対空まとわりつく、スラバでクライニングして、痛い、バスト通った、ここ、大きい攻め、投げていく、通すね、あー、ガンブレで逃げたかった、バスト使って、そう、あんな感じの勝利がやっぱあまりリスクが少ない、確かにね、ジャムはリーチは全体的に短いからね、取りづらい技で横に広い技もあんまりないんで、うん、取りづらいんだろうね、いやー、相打ち上等、あれ、カズナゴさんちょっと大丈夫ですか、まあ数やって数こなしていくプレイヤーだと思うよ、でもやってるうちにスラバが漏れちゃった、投げだと思ったのかな、いいんじゃないかな、落ち風読みくせえな、今のは痛い、まあ、でかい、これで体力は5分、チャージしてレベルも上げる、3になって、あー、空中カウンター、あ、じゃあいい、ほら終わった、あ、最終ラウンド、バーストがないけど、まあラウンド中には溜まるから、空対空、そうなんだね、こういうの通り始めると結構気づいたら体力が取られちゃってるんですよね、ダッシュしてバー体で、でいやでいや、ダメで取るだけ取って、中央戻って、エミファとアッチ、相打ち上等、カウンター、相打ち上等、昇龍拳、昇龍拳、1-1、まああそこで昇龍打っちゃってもね、まあ、あるから、ね、ガードして、あ、チャージ、チャーキャンする前に
ジャイアンツは一応させるんだけど、まあ結局多分まあ WSB 激輪ぐらいしか入んないから、うん、ちょっと微妙。まああの体力差だったら全然打っても構わない、はいはい、まあいいかなって感じ。まあ通れば美味しいかなぐらいで。まあ通ればもう試合終わり。勝つしね。うん。うん、おロックイット。コパンが出てくる。あーっと、惜しい。場所警戒かな。死にたい、触っていたい。あー、火打ち。まだジャムターン。あー、2発目。お疲れ、お疲れ、しょうがない。あのカウンターの時とか、しっかりね、戦技からコンボでやってるとかね、うん、なかなかやっぱ、やってますか。この選択はね、うん、テレサは素晴らしいと思うんだけど、どう見てもだって、あ、FB100 歩打ちたくなっちゃうよ、うん。あの、何かカウンターした時に、ちゃんと前入ったら指導打ってたりとかするのが、はいはい、結構多い、ちゃんと高 いんですよ。高いコンボで、まあ、ゲージも、うん、なるべく使わないような。チョイスをしてるってことかな。あいつは本当に他の人よりはコンボのダメージだけは高いと思って。確かに重たいからね。うん。一撃がやっぱり重たいし、固めて崩すからすごい減るよね。うん、そうで逆にだから自分でそんだけ減らせられると思ってるからああいう動きがまたまあガンガン減らせるから思うけど。カウンターかけにして投げていく。暴れも潰して。青キャンがある、ちょっとめんどくさい。さて、これさっき見たよ。ベンベンベンで、ダメージ。届かなかったけど。残りそうだけど。あ、残らない。ない。ただ、リーチをかけるのは井上聖太ですね。やっぱり強いね。2-1。もう1試合で修正しちゃってるね、もう。ね。うん。あとは、テレサさんが動き変えてきてる。っぽい井上さんに対処できるかじゃないかな。お互いのちょっとダイヤが知りたいね。分かんない。どんな風に思ってるのかって、ね、テレサは絶対セーソルよりとか言いそうだもん。お互い面倒くさいと思ってそうだけどね。そう、ああいう感じなんじゃない。だからやっぱダメージがあんまり取れないっていう、うん、まあ、多分あの強化粒子に溜まってればまとまったダメージが取れるようになるんじゃないのかなと思うんだけど。お、HTなげていく。シャガース通した後のダッシュが通ってるね。セーソルは本当動きが速いから気づいたらすごい位置にいるんだよねって言ってたサーベージで。さーて処理されちゃってますね。参戦勝ちやってます今。とりあえず井上さんをなんとか表舞台に出して、はい、でテレサさんが対戦したいって言ってたんで。空タイプ強いからね、セーソル。ねえ、ジャンプいいね。うん、レベル3当たんないけど、空中投げで画面端継続して、オーケン飛び逃げ、当たった。届かない。確かに暴れ。ああ、しっかり、ロッキー打って。復帰して。探す。走っていく。金バスト、まあ、いいバストだったよ、今のは。金バスト使って。飛んでカウンター。しっかり戦利から。ボンボンボン、ひねる。日和はないか。あ、でも体力5分。さあどうする？あ、めくれた。ただでは死なない。今ちょっと反応できなかったっぽいね。珍しいね。ね。あらげて、ま、でいやでいや。行く対空。空投げ。投げ。しっかりしてるね。よく行ったら中央に逃げて、8敗体育。リンク投げ、よく見てる。あ、落ち。さすがに強かった。空投げがやっぱ早いのと。ピントも、なんかみんな並んでた方がいいんだよ。後ろに並んでけばいい、ね、うん。アトラクション感覚で。うん、お前も個人的にはさっき言ってたロイの上が見たいんだけどね。ああ、僕はロイの上。
これはやっぱセンサルよりなイメージがあるんだけど、そうだね、それ井の川置き攻めしづらそうだけど、その置き攻めを回避する手段が多いのと、やっぱセンサルのジャンピーと、あとはあー、またダッシュが、ダッシュが早いんで、確かにいいのは、ね、そうだね、うん、あ、そうだね、そうだね、井上さんもともと井の使ってるからね、うん、しかも井のも強いからな、やられて嫌なことは知ってんだろうな、ラッシュがやばいな、ね、単発のダメージはそんなに高くないはずなんだけどね、気づいたら、あ、いい勝利だな、体力ないんだよね、確認からローマキャンでしっかり殺しっかりしてらっしゃるわ、ほんと、あ、よし、昇竜拳、ああ空投げさせないな、昇竜拳っていく、ほぼ投げ勝利警戒かな、あっとこれは頑張れ、レベル 2にして、ここでゲージ吐いてダメージを吐いていくよ、空投げグランガードを上から潰す、潰した、あ、これ惜しい、青キャン使って、あ、かぶせるかぶせる、光っていく、ミスマッチプレッシャーがやばい、強えな、もう多分地上の牽制をフォルトしちゃったらその後ジャンハイ多分空投げできなくなっちゃうから、あ、なるほどね、うん、ダメハジめんどくさそうだったけど、バースト入って昇竜拳、昇竜拳選択肢が豊富なんで ね使い分けられるとだるそうだ、ほんとチャーキャンキャラによってはすごいめんどくさいね、やっぱり、なんで中央に戻ってレベルを上げてしっかり対空、あ、青キャンが出なかった、青キャンしたらコンボつながりそうではあったけどね、レベル2にして井上さんあんまりレベル立ち回りで上げるイメージないんだけど、うーん、まあ、タルによって使い分けてるんだろうなとは思うんだけど、サーベージの方があった方がいい、上げれるときに上げるみたいなのが結構ね、あ、でもどうなの、ファーストでやってるときはレベル上げるよりもやっぱりまとわりつく方を優先してるんだよね、うん、やっぱ捕まえづらいキャラはその一回捕まえたときに本当ある程度まとまったダメージを取ろうとしてるっていうのは、はいはいはい、まあ、攻め継続の方を取ってるって感じで、うん、その合間にだから貯めれるならとりあえず貯めて、ちょいちょい貯めてって感じ、まあ、あとはなんだっけ、ガンフレ青とかでガンフレのチャーキャン、ん、青キャンか、青キャンでレベル上げるとかかな、ガンフレ当たってオーバースト吐いて、体力はドット、サーベージはガードして、グージがある、ピーピー殺しきった、確定してた、カウンターだったからね、ね、ジャンプ仕込んでる、空投げ、さあ気づいたらあっという間に画面端逃げて、勝利券チャーキャンでリスクを抑えて、えマジで、投げ残ったが差がない 2-0 になっちゃったな、これでもね、いろへさんとやってないとマジきついと思うよ、勝てねえもう、
いいのは本当に辛そうだな。これってなんか延長するんですかね。できるのかな。ジョニオさんがいないからわかんないけど、なんか1時間は延長できるみたいな話を聞いた気がする。あ、延長できる。じゃあ1時間延長しましょうか。受け身から即昇竜。バータイもいろいろコメントあって、うめ。なあ、なんだろう。じゃあ延長します。キニリーチ。はい、延長しました。延長したので、訪れる等が発生する可能性あります。今ニコ生でご覧になっている方は、画面右下の更新するボタンを押して、訪れ等を修正してください。やはりいいのもちょっと昇竜に対しての反角が難しそうですね。キンバーってのがうまいんだ、また井上さんが。いや、キンバーしかやらないまであるけど、ガードしたが、ガード確認から投げに行って、あ、暴発。あのジャンピーがね、強いね。助け、ワンコンボ、届かない。ガンブレ、ワンミス上げて逃さない。足払い、届かなくて、置き攻めが中途半端になったところを、しっかりガンブレで殺しに行く。まあ別にどちらでも大丈夫。あ、浜さんどうですか、ジョニーは。サトゥーさん、きつい。ダメなんで、はい、ありがとうございます。いい、大丈夫。これ見るのいつぶりだろうな。半年以上経ってるような気がするけど、前の試合とかでやってた時は結構五分ぐらいの感じでやってたはずなんですけどね。佐藤さんが、まあ、セイソルの攻めを結構サバ、まあ、立ち系を起点にしてさばくのがすげえ。で、井上さんがサートゥーはきついねみたいなことを前ポロってこぼしてたから、まあ、それのまんまだったらいい勝負すると思います。コインから確認して中央コンボはつながらない。あ、はい、持続当てがうまくできてないけど関係なくて、画面端ジャンプハイが空中投げになったのかな。走ってくる、ああいう強気の攻めを通すのがうまいですね。ジャンプハイ勝利点、体力有利で投げ返す。コインをつけて画面端ジサーベージレベルに歩いてしまってホルトが張れない。お、おしげさんが戻ってきました。井上さんがもうこちらに戻ってくることはないでしょう。ダメ端優雅に歩いて投げて、最近佐藤さんはああいう強気な選択肢を通すのが増えましたね。ガンブレ当たらない。ファフニル攻めて、立ち系がつながらない。遠線が立ち合いを確認してレベル3、最終弾が当たらない。タチ系高地上戦はタチ系が強いらしい。なきゃ当たらない。タチ系が出たのかな。金バースト上段、先に1本取るのはサトゥージョニー。
この2人、まあ、対戦自体を見るのは久々ですけど、やってた時は相当長いことの試合やってたはずなんで、まあ、お互いの手の内は分かっているでしょう。まあ、思い出しながらやってるところはあるかもしれませんが、佐藤さん側がこうジョニーの立ち系をまあブンブン振ってセイソル側のダッシュを止めたりとか、相手が嫌がってるところをまあリスク背負わせたりっていうような感じで試合の展開をしてたような記憶があります。というかジョニーの立ち系しか覚えてないです。他はどんな感じでやってたか、どんな感じだったかな。ガードしてジャック、キラジョは当たんなかった。まあでもゲージ使わなくてノーリスク、体力は5分、ゲージはジョニー側がちょっと有利。ドルブレ、ドルブレ走って投げる、ここで崩したい、画面端レッドアングルが当たらない。ドルブレ、昇竜拳クリフリム背負って昇竜打ったけどダメ。前ハイガード歩いてゲージを貯める、ロックと当たらない。前管理がいいですね。高め端ここしのいでバースは打たない。画面端にやっぱり清掃に追い込まれても冷静に対処しているのは素晴らしいですね。とても久々にやってるとは思えないです。頑張ってコルトを張って距離を離して逃げる、取り囲む前勝ったけどファブニーで暴れて空中投げ、さあ歩いてゲージ溜めて引っかかったところは見逃さない、ヒット確認して遠線が金馬当てて中段投げ貸しして、ゲージはあるけど当たらない。ファフニーは呼んでいた、前パンしっかりしてる、集中してる時の佐藤さんはやばいね。先ほどまで怒涛の勝利を築いていましたが、先にリーチをかけるのは佐藤ジョニー。というわけで3試合目、開幕立ち合い飛びが通って先に攻めるのは井上だったけど、しっかり前に入れて画面端を抜ける、バックスバックスで距離を離しつつ前パンタイクは見てるけどリターンは取れない。ステップトラのジョニーで周りの管理をしっかりしてるっていうのは結構やばいと思うんですけどね。ダッシュがないからセーソルとかすごい大変そうなんですけどね。甘え入れしてる、まあ、体力有利は井上側、円安から下段を打ってダメージを取る、じゃあハイカウンターバース警戒しつつ消費も警戒していたが、していたか2発目どうしたんだろう、 何やろうとして食らったんだろう。まあ気を取り直して2本目、バスをコインが当たってジャックが出ない、ちょっと集中力が切れかけてきたわ。立ち系下段、さあ有利になってるジョニーを井上側が先ほどからちょっと崩しづらそうにしている、引っかかったところは逃さない、先にリーチをかける、直打して投げる、さあコインが当たっている、ジョルブレ下がって下がって円数差し込む、処理空中投げ画面端に押し込んで下段を通すが、そう単発のダメージがそんなに高くない。セイソルゲージは使わない、攻めていくがバースをレベルを上げていく、
一発のダメージを高めて、シャガケ、シャガハイ、中段通す。チャージチャージ、レベル3からワンコンボで、これはでもまだ死なない。パソ。8当たんない。ガンブル打ってしまった。ワンコンボでレベル3のコインを当てて、かすらないがいいダメージ。前パン上を見ている。円滑じゃない。走ってきて、なんとか首の皮一枚繋がって、お互い苦笑いしてるけど、2-1。1-2 かな？並びとしては。マイパン、6位と警戒していた。レベルに打ってフォルト張っていなかったワンコンボ、遠征が当たらない、手が出てない。ファフニールダッシュして地上投げを通してワンコンボ、暴れて3敗、差し込みはしない。ファフニールを通す、てん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 、ダメージを取って、シャガハイ飛んできた。さあ井上、ここから巻き返すことができるでしょうか。エース、遠線が当たらない、硬直中に差し込んで投げ返す。レベル2に対してスラバ狙ってますね。デイヤデイヤ、ガンブラー出しまった。ワンコンボ、ファミリーはガード、さすがに警戒している。青キャン使って画面端、ライン、あ、まあ画面端を押し込んで、下け、下がけ、前ハイまでガードさせて、なんとか中央には戻れたが、さあ通常に側の体力がない、まあバースト打つしかなかったが、警戒していて、2-2。これは巻き返すことできるか。先に触るのは井上が画面端まで押し込んでレベルを上げる。投げる、ワンコンボ、バーストを使ってガンダッシュ。さあプレッシャー、小坂が走ってくる、ここをしのぎたい。いい投げ出し、位置が切り替わったがすぐさま押し込んで中央に戻る。当たってジャック、さあ、はい、カウンターヒットしている。暴れてしまったか、なんか出なかったのかな。タッチ系使ったところに扉通ってチャージチャージ、タッチ系相打ち上等、しかし発生早い。タッチ系体育チャージしてレベルを上げて火柱立てて逆リーチ。やはりこの男強い。コイン立ち合いガード、暴れたところに当たってバースト、ワンコンボ、エリアルが繋がらない。遠線ガード追い返す。コインコインレベル3、これは俺の名で1-1。さあ展開熱くなってまいりました。最終ラウンド、コインがバックスに刺さる。ジョブレ切り返してイストハイな下段を差し込む。先に体力を奪うのはサトゥージョニー、速攻でバスを吐く。画面端計測、ローマキャン、まあ、ノーリスだったけどゲージがなくなってしまった。そんな状態で画面端、シャーケーだけだった。ポルトが切れたかな。ジャンハイ遠線が画面端計測、バーストが使って、キンバがただのバーストな青場になって、ガンブレ位置を切り替える。ジョドブレ
コイン最初切り替え合う、コインを飛び越えてダウンを奪ってダッソー、殿下の方と出して前ハイダウン位置になってる、体力はほぼ5分、ジャンププが通って、さあ井上さんチャンス、当たらない、助けガードしていたが、これはしっかりコンボを決めれば、さあ空上にはしっかりしていた、いいなこれは、井上 VS おしげ、え、こどうしますどうします、こっから先有料配信にしてもワンチャンマジいやいや、しかし金を払ってるのはジョニオさんっていう、これ最高ですよマジで、これはやばいですねマイクを持っちゃうほど最高です ね、 ねこれミリア戦大好きなこの2人が解説くんですよ、なかなか見られない、ロイさんの時間ないですねなかなか、いやこの2人だけですね正直、これはやばいですね、これやばいっす、うん、完全にファンですけど僕大丈夫なんですか、いやもう俺もファンですから散々言ってますけどね井上さんに、これでもガチ見たことないですね、あ俺ないですねこれは、セーソルミリアってどうなんですかね、いや全然わかんないです本当です、うん、あのただ関西にセーソルがいないんですよね、あそうですね確かに、多分手探りのところからどこまで行くかですよね、どうなんですかね、あーロンギネスで、まあやっぱりこうなるときつい、実際置き攻めされると厳しいですよね、うん、結局いやもう NO さんじゃんや、井上さんの速度について超えるかっていうのも、そうそう、お互い早いですね、早いですか、展開が早いから中段ヒットワンコンボ、これは光ってガリガリガリ、あそっちの方だった、どっちも初見だとかなり厳しいよ、厳しいでしょうね2人ですかね、お互い対戦経験はあるんですかね、あのさっき大重さんに聞いたらあまりないって言ってましたね、ないですよね、ただ、うん、強いやつをやりたいって言ってました、サイヤ人かって思いましたやばいね、サイヤ人でしかもミリ扱いですからね、もう最悪ですよ、周りの人大迷惑ですレッドアングル中段でもフラダウンが奪えない、そうですね、やっぱミリア戦は中盤でどこまで受けないかですよね、そうですね、触られた時にやっぱりその足払いとか、うん、まあエリアルに行かない、まあ、ガトリン、まあ、なんか打撃とかは別にいいんですけど、はいはいはい、まあ、そういうのいかにさばけるかだと思う、そうですね、まあ、でもダウンしたらはけて無理なんで、無理ですね、ダウンしないために、まあ投げさんが無理って言ったら多分無理ですよブルティネーム払えたらみんな平等ですから、有名人もただの人ですから、人です、ね、上か下か入れる機械ですからね本当ですね、とりあえず機械的にパジーでもうどっちでもいいみたいな、だからこれタイルドット殺しきれない、じゃあはい攻めてダーツ系、完全に僕叫んでるだけですけど、ね、頼れる技だったなって僕のリボルバー振りましたね、でも多分足払い当たってここでうまくしのぎたいですね、画面端に押し込まれて暴れている、あタンデム張ってシャガピーが昇竜みというか、あ、はい、警戒になるんですよね、両対応らしいんで、ガンブレにも勝つし、そうですね、昇竜にも勝つ、まあでもそうすると崩しが、まあ、ミリア側としては減っちゃうから、引っかかって高い、さあまだ生きてる、頑張って、針が冷たい、これ多分テンション上がってますね、上がってますね2人とも話しかけようもんなら食われますよこれね、いやでも久々にね井上さんがね真剣にやる時をやってるのを見るの、ね、僕はめちゃくちゃ嬉しいですね、うん、僕もう対戦する気ないですから ねこの2人を見てるだけでね、本当にラストバトルでも本当ですね、ふさわしい組み合わせだと思います、この2人はなみんな見たかったでしょうしね、うん、ダウン、まあダウンバースト、プリティイメージができるような状態でダウンバースト打ってもプリティイメージにガードさせられちゃうんで、そうです、まあ、ないうちにダウンバーストしたいですね、当たらない、今のは狙っていはいたのかな、なんかなったのかな、タチケ暴れ潰してるけど足払いが届かない、おしげさんは普通にファジーもすっげえうまいですからね、そうですね、で、はい、ミリアがまた早いからジャンプもバックステも
崩せないんですよね。大体なんかミディア使いの中ではやっぱバックステ一択だろうみたいなとか、はいはい、ウィーレッパだろうは多いんですけど、はいはい、バックステも使うし飛び元使うし前転も使うし、はい、ホップスを、まあ、あと距離離れた時の遠泳とか、そうですね、もう本当に使い分けてくるから遠泳の使い方がすごい上手いですね。ですね、まあ、本当に遠泳がすごい強いから、まあ、リターンがないんですけどね、そのあんまりあれで焦っちゃうとっていう、焦っちゃうと、はい、もう流れがいっちゃう、立ち早足払いまで入っちゃうような距離まで近づいちゃうと危険なんですよね。レベルさん、これは死にますね。さすがに死んで、やっぱ右は防御力がないのはね神ですね、やっぱり、はい、事故った時のダメージがまあ基本的に4から5は平気で、減りますからね、体によってはもっと減るし、うわやっぱ昇竜を持ってるっていうのはフィギュア使いからすると嫌なことでしょうね。触るときはやっぱりその速さに身を任せたしゃがけしゃがけダッシュの仕切り直しとか、はいはいはい、エンエースとかでずっとなんだろう、レンガになってるわけじゃないんで割られたりとかするのはすごいミディア側は嫌だと思いますけどね、うん、めくりもガードしてやばいやばい、もう考えず針を回収してで体力上昇、はい、はい、死ぬね、まだわかんないよ、攻めていく、中段通してゲージを使った、まだわかんない、バーストはつかない、リリー僕だったらダウンバーストはしない、うーん、ま、しかしこれはミディア、あいったワンチャン発生、もう一回やめない、わかんない、もう一回やめない、削れない、どうする、いや続けろ、君が死ぬまで勝利をやめない、うん、いやー僕の打ちましたか ね誰だってそうするっていう、ただその前になんか一回勝利をガードされた後にこうチャージバストっていうんですかね、空中のあれを入れなかったところがやっぱいい読み合いというか、怖いですね、はい、というわけで1-1いい勝負、うん、全然ねどっちがどうとか分かんないですよ、分かんないですね、お互い殴り合ってるから高速の読み合いです ね、まあさすがに制する側がきついっていうか、まあ触られやすいとは思うんですけどね、そうですね、触られた後どうなるかっていう感じ、まあそう、立ち入り昇竜拳を見せなきゃいけないんですよね、あやんなきゃいけないでしょうね、はい、やんなきゃいけないです、うん、社会あ歩いて画面端投げてロンギンス、うわ当たってしまった、あれはちょっと見えないです ね、とりあえずもうコンボつながらなくてもいいからロンギネスとかで本当に端を嫌って中央に戻ってっていうのとかは、ね、まあ、やってるんでしょうね、やっぱ端っこにいるっていうのはすごい、この2キャラで端背負わされて本当きついんで、うん、まあ、ちょっとでも距離離したいっていう感じなのかな、うん、TS スタイクしっかりつなぐ立ち配バンバンバンの前配うめえ、うわあ通ってどうする、シャガパンさあ円 S、 うわあうまい、井上ファグニール、久々に見た、しかしタッチパン、おしげタッチパンの方が強かったですね、必ず置いてる安定コードを交えつつ、まあねそうなんですよね、判定が全体的にやっぱ強いんでしっかり本当にそのいろんなその選択肢の中でこれ置いとけば強いみたいなのを即座、ね、に判断しているおしげさんもすごいですね、もうなんか安定して勝つような、ね、本当に立ち回りというか、ミディアって結構やっぱり事故っちゃうイメージはあるんですけどね、全然もうなんかそんな弱さを見せない、そうですね、強さがありますよね、立ち合い言うてもなんか切り返し少ないだろうって思ってたらみたいな、そうやっぱり各種ファジーとか使い分けて崩されないようにしてるんで、やっぱアクセが強い、これ今 1-2 ですかね、そうですね、おしげさんがリーチですね、前ハイ当たって、うわー厳しい、これだけ取って針で触って、うわーリーチ冷たい、リーチですね、ミディアまでの距離が遠い、うーん今ゾーン入ってますよ多分おしげさんゾーン入ってます、ゾーン入ってますと暴れも警戒しつつ無理はしない、
ジャンケイが強いんですよね、またジャンケイがまた強いんですよね、はい、空中装填落とされるんですよ、ね、マジっすかジャンプ系でそれもジャンピー落とされますよジャンプ系で落とされるのを見てうなずくしかないんですよねそうです、うん、しょうがない俺が悪い、うん、ダメ、まだアンバーストちゃっかり歯で回収してて金エーススパイクめくってこれはナイスアウト持続が長い中段厳しい。さあ最後の受け身になるかしばらい削ってたくさんで飛び逃げを許さないこれはさすがに押し毛さんが強かった、強いですねあれも見たかったし